こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛の弁護辞典から弁護を選び、その解説文を読んでから後でその弁護を半紙に筆で書いています。今日の言葉は雲外です。雲の上、初頭の四傑の一人、濁貧能の作とされる霊隠寺と題する詩に、慶史月中より落つ天候雲外に翻るとあります。意味は月にあるというカツラの大木の実が落ちてきて、その香りが雲の上から漂ってくるというものです。今から雲外を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。